はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、まあこのパッケージングでもう分かると思いますけど、エアコンですね。で、車がね、トヨタラッシュですね。ちょっと前にね、ATF の交換をしたっていう車になります。で、今度はねエアコンの方をするっていうところで入庫してますね。まあね、少しずつメンテナンスをしていって、まあ目標50万キロって言ってるんで、まあそこにね向けての、まあできることをどんどんやっていくっていうところですね。で、今回はこの車はね、エアコンをするっていうところです。まあどういう結果になっていくかっていうところもね、まあ、踏まえて皆さん動画のご視聴の方をお願いします。はい、じゃあね、今から施工していきますね。まず施工前ですね、吹き出し口温度ですけど、まあ 11.7 度っていう数字になってます。まあ非常にね、よく冷えている方だとは思いますけどね、車の年式とかを考えたらですね。で、ガス規定量ですけど 300g という風になってます。で、こちらの方をね、今から抜き取っていきますけど、 300g に対して入ってた量が 220g の 80g 減っていう結果ですね。まあ、この結果からして、まあ、過去にね、まあ、入れたりしたのかっていうとこですよね。おそらく入れてるんじゃなかろうかとは思うんですけどね、ちょっとそこまでは聞いてないんでね、ちょっと内容的にわかんないんですけど。で、まあ、こちらのオーナーさんなんですけどね、まず最初に車来た時に、まあ、温度設定がね、まずそんなに低くなってなかったんですよね。そしてね、なんですかね、中循環じゃなくて外気導入にしてるっていう感じなんで、まあ、おそらくね、まあ、冷えもそんなに冷えを求めるタイプなのかって言われるとどうなのかっていうところですよね。まあ、メンテナンス的な要素では来てるんじゃないかなとは思うんですけど、で、まあね、施工後にね、またお客さんの方とちょっと話したんですけどね、まあ、もしかしたらね、エアコンをそんな感じで使わない感じの人かもしれないんで、あんまり使わないと、今度ね、またそれが原因で詰まったりとかっていうことも起こるんで、年がら年中ね、とりあえずは使えるだけね、使っていただいた方がいいですよっていう話はしました。特にね、こちらの車なんかで言うと、まあ、トヨタの車ですけど、中身はダイハツだと思うんで、そこら辺だとね、もしかしたら高圧配管のとこにね、フィルターがついてるんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、これまた乗らない車なんかだったりするとね、また詰まりの原因になって、まあ、コンプレッサーがカチャカチャね、入ったり切れたりを繰り返すっていうことも起こり得るっていうとこなんで、まあ、しっかりとね、年中使うっていうとこですね。だからね、夏場はまあ、使う人多いと思うんですけど、まあ、春、秋は使わないとか、もしくはね、冬場もね、暖房にしてても、外気を入れるようにしとくとね、まあ、除湿はそれでできるんで、ね、実際 AC ボタンを押すっていうところに行かないんじゃないかなっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあ、できるだけね、まあ、そこはね、燃費は悪くなるかもしれないんですけど、まあ、使うことはやっぱり推奨はしてますね。まあ、そしてね、こちらのお客さんの方からね、一応ね、施工後帰った後に、まあ、乾燥のようなものが来てるんでね、ちょっと報告しますけど、まず今までもね、夏場のエアコンはまあ普通に機能していたということです。ただ今回の施工でね、ギンギンに冷たい風が出るので、まあ半袖でもね、直に冷風に当たるとね、痛いぐらい効くっていうことで、まあ嬉しいっていうことを言ってます。その次にね、エンジンルーム内のね、機械音が静かになったっていうことで、コンプレッサーをオンにしてる状態だとね、なんかちょっと音がしてたらしいんですよね。っていうことなんで、まあ音がかなりね、室内に響き渡ってたんですが、それがほとんどね、しなくなって静かにもなってっていうとこ。だからまあ車にも優しくなったのかなっていうところが実感できたっていうとこですね。そしてね、街乗りのね、出だしですね、エンジンの抵抗感がかなり緩和された感じがするっていうところで、今まではね、エアコンをオンにしてね、オンの時にアクセルの抵抗感がね、嫌だったんで、走りが重くなるのでっていうことを言ってたんですけど、まあ、ここがね、まあ、かなり改善されたということなんで、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、こんな感じでね、まあ、非常に良くなったということで、感想いただいてます。そしてね、次ですけど、この前のね、作業した、何本か前の動画で作業した21クラウンですね。まあ、作業の方に関しての感想っていうのは、まあ、前回ね、まあ、別の動画でまた言ってますけど、それからまたさらにね、メールが来て、まあ動画をね、アップ、うちがしてから、もう自分の車がね、まあ作業されてるっていうのを見て楽しいっていうところと、もうね、なんか10回以上見てるけどね、見飽きないっていうことで、まあありがとうございますっていうことで、まあメールが来てるんですけど、まあ、これもね、まあうちとしてやった甲斐があったかなっていうところですよね。お客さんもこれだけ満足してくれるっていうところで、まあね、だからまあ、作業をしたことを、まあ今までね、文章と写真でね、載せるっていうスタイルをもうね、10年ぐらいやってきましたけど、まあ今度ね、映像で見せるっていうのをまだやり始めて2年ぐらいなんですけどね、まあこれがまたね、新しい、こう、お客側に対しての、まあレポートの仕方っていう部分でもね、いいんじゃないかなと思いますね。まあこういうふうにね、まあこれだけやったっていうところが分かってもらえる。ね、まあ例えばまあ、売ってる車なんかにしても、まあ、ね、この車じゃどこまでやってるっていうのをね、まあ文章とか内容で載せるだけじゃなくてね、まあ映像でもお届けできれば、
またね、売る車に関しても付加価値がついたりだとか、まあ、そういう部分もあるんじゃないかなと思うんで、まあ、この辺はね、まあ今の時代の新しいね、スタイルになるんじゃないかなと思いますね。まあ皆さんもね、非常に満足していただいてるんでね、こちらもありがたいっていうところですけど、そしてね、あとこちらの今フラッシングの方をしてます。ちょっとね、感想の説明の方をしてたんで、このフラッシングの方で、まずね、液化したガスで、まあ配管内の洗浄ですね。そして液パンの清掃。で、古いコンプレッサーのオイルですね。そちらを出して、新しいの入れるっていうところです。で、あとね、よく質問が来るのが、まあ、回収したガスってどうなるのかってよく質問来るんですけど、これってまた入れるんですけど、じゃあそのまま入れるとね、まあ正直ね、純度とかっていう問題もあるんですけど、この機械はまず回収した時に油、空気ね、で、ガスですね、そこを振り分けをして、そしてね、このガスの純度が新品で 99.7% っていうガス純度ですけど、この機械を通してね、すると古いガスとかでも 99.9% になるっていうところが売りなんですね。だからまあリサイクルしつつの性能アップをしていると。でスナップオンからね、エアコンのガス管が今出てるんですよね。それがね、この機械でなんか回収して、純度 99.9% に上げたガス管っていうのが売ってるんですね。まあ、この機械を持ってるとこだと正直いらないものなんですけどね、だからガスめっちゃ高い値段で売ってたんで、なんでかなっていうのを聞いたら、まあ、こういう機械のシステムを使っての製造してるっていうところで、まあね、純度が 99.9% になってるガスだからっていうところなんで、マニホールドゲージで入れる人なんかはいいかもしれないですね。で、こちらがね、コンプレッサーオイルですけど、かなり汚れてますね。まあ、これはね、やっぱりこのフラッシングをして、まあ、入れ替えをしたっていうことの効果としては十分だったんじゃないかなと思います。で、フラッシングが終わってね、あとこちらですね、ガスの方を入れて、で、添加剤を入れます。で、ガス量を、添加剤分引いてるんで、この添加剤の中に入ってるガスまで入れて、しっかりとね、入れることで満タンになるっていうところです。で、添加剤の充填が終わりましたら、吹き出し口はね、8.5 度。まあ、振り幅としてはそうでもないですけど、もともと良かったんでっていうところですね。以上で作業終了ですね。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？まあ、こちらのね、車のエアコンですけど、まずね、吹き出し口が11度から8度に変わりました。まあ、もともと冷えてるのは冷えてますね。で、まあ、ガス量とかも、まあね、入ってるのは割と入ってた方かなっていうところですね。まあ、ただね、フラッシングの方をして、まあ、出てきたね、廃油がまあこちらの方にありますけど、まあ、それなりにね、汚れてるところではあります。だからまあそこでね、まあ、廃油抜いてね、芯を入れるのと、まあ、あと配管内清掃、液パン清掃、ね、あとは配管内の水分の除去ですね、真空引きをしてっていうところ、まあ、そういうのとガス満タン添加剤っていうところでのね、まあ、スペックアップで、まあ、11度から8度なんで、まあ、もともと冷えてたんでね、まあ、乗ってる方があとはどのように体感するかっていうところです。まあ、ただね、燃費とかはおそらく良くなるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、今からね、もう多分梅雨も明けてね、暑くなってくるっていうところなんで、まあ、快適なね、車の中の涼しいっていうところが大事じゃないかなと思います。まあ、それではね、今回はこのラッシュのエアコンメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。